い、どうもこんにちは。岩下スティーブンです。さあ、今回はクイズを楽しもう。 Twitter のガッチャード公式からお知らせばった。ついにケミーを101体ガチャーンコ。フルガッチャを記念してケミー検定を開催。6月30日までに合格すると豪華プレゼントに応募できるった。サビ丸みたいなケミー博士を目指して挑戦してほしいった。という全てのケミーが揃ったっていうことで検定が開催。ケミー検定問題は10問。初級、中級、上級と分かれていて、初級は5問、中級は7問、上級は全問正解で合格。目指すケミー博士。これもスパパーンと全部正解するっけないっすよ。ちなみに合格すると初級でライドケミートレカのフェーズ4。中級ではデラックスケミー25。まあ、これは買う予定だから別にいいかな。で、上級が番組キャストさん入りの番組ポスター。これが一番貴重。いずれも全問正解目指してやっていきましょう。まずは初級から軽くいなしていこう。ていうかこれ問題って固定なのかな？ちょっと一回ブラウザバックしてもう一回初級。あー、なんかランダムっぽいかな？完全に同じではないと。どの道まだこれ挑戦していない人はネタバレ注意です。そんなわけで初級やっていきましょう。一ノ瀬宝太郎が初めてマルガムを倒してガッチャしたケミーはどれ？マルガムを倒してガッチャだからカマンティス。おい。工藤風雅が変身に使うのは銅のケミー。ギガバハマ、ドラゴナッツ、クロスウィザード、ガイヤード。ギガバハム使ってったよーって言った。ちょっと怪しかったな。一ノ瀬宝太郎が初めてガッチャしたレベルナンバー10のケミーはどれ？先 UFOX に変身してからの XREX みたいな、そんな感じだったかな。おー、UFOX あってた。もうちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。これ初級から若干怪しいところあるぞ。一ノ瀬宝太郎が卵の中で卵のケミーに振る舞った料理は何？まあ、結構最新のところまで来んだね。これはもう卵に卵料理を振るってなかなかのことやって言いましたね。ガッチャードオムライス。サビマルからの問題。鶴原サビマルが昔から憧れていたレベルナンバー10のケミーの名前は？一個おかしいのあるな。どこでもカジイキ X。 これ絶対違うね。明らかに違うのが用意されてんのいいね。まあオカルト属性の UFOX かな。工藤凛奈が変身に使うのはどのケミー？パイレッツ、ディープマリナー、ユニコーン、ザ3ってこの数字の3ね。3じゃなくてユニコーン。7問目、ズキュンパイアの力でズッキュンされたのはどの、黒とはまあまず違うとして。サーベライガーが確か相性良かった気がする。変わってた。ちょっと今だいぶ怪しかったけどね。一ノ瀬宝太郎が初めて変身した時に使ったケミーはホッパーワーンと、どのケミー？テンライナーは早すぎるスチームライナー。よし、今のところ全問正解だぞ。変身できるレベルナンバーの組み合わせは、これも足して10だけで3枚もカード使わないし、単純に10になるからこれだね。よし。仮面ライダードレッド3式に使わないケミーはどれ？マッドウィール使わないよね。使わないよね。マッドウィールは使わないからよーし。おっしゃー、10問正解。ちょっと怪しかったけどね。あなたは10問正解。これでまあ、とりあえず、ノルマはクリアね。あなたを初級ケミー博士に認定します。あ、ちょっと合言葉出てるから、一応これ大丈夫だと思うけどね。一応プレゼントの合言葉のところはぼかしておこう。いや、これ初級でもなかなか怪しかったな。でもこれどうなんだろう。問題は順番が違うっていうか、あ、でもそうでもないね。一ノ瀬宝太郎が初めて友達になったケミーは、ホッパーワン、ホッピーワン、なぜか入ってくるオジーラカンス。運営サイドもやっぱり俺と同じでオジーラカンス好きなのかな。たくさんある中で10問が出題されるっていう、そういう感じだ。これなかなか当てずっぽうでやるのも厳しそうだね。ってことで初級はクリアなんで次は中級。グリオンが作ったマルガムのうち、黄色のマルガムにならなかったケミーはどうもわかんねえ。もうわかんねえ。ヨアクレベロス、ジャマタノオロチ、ネミネムン、ドラゴナロス。金色のマルガム、ジャマタノオロチってどうだっけな。登場順、ネミネムーン。あ、なんかネミネムーンはなんか月のデザインでなんか出ていたような、あ、そうだっけな。さっきみたいなあからさまのこれ違うだろっていう選択肢がなくなってる。もうおふざけなしだよ。これちょっと息なしやばいね。夜明けルベロスとジャマタノオロチが怪しいと思ってるんですけど、ジャマタかな。合ってた。サビマルが仮面ライダードレッドゼロ式に変身して最初に使ったレプリケミーのカードはどれ？わかるかい。あの、バレットマンあのね、なんか銃使ってたよね。絶対デラックス版のおもちゃで出ないだろうっていう形をしていた、あの銃を使っていたっていうのを覚えてる。バレットバーンじゃないかな。ああ、違った。ピカホタルだった。サボニードルが、少年ね、あげたものは、サボニードルの花、シンクのバラ、サボニードルの花、黄金の花。針なんてあげたら危ない、バラ、花じゃないかな。ああ、よし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 。一度もマルガムに取り込まれていない。え、そんなのある？インセクターもすぐなったし、ビークル、レプリケミね。ジョブ
属性、え、ジョブどうだっけな、ジョブ、え、ジョブか、意外とジョブなってないのか、合ってた、ジョブなってないんだ。ズキュンパイアが苦しいほどに愛しいものは何、女の嫉妬、ジジイの嫉妬、すべての人の幸せ、三度目の初恋。このご時世、女の嫉妬とかも言わなそうだし、すべての人の幸せ。ジジイ、ゴールドラッシュとデイブレイクゴールドラッシュ、違うのは次のうちどれ、全長最高速度ない、乾燥重量、何それ乾燥重量って、全長ほとんど見てくれ変わっていないと思うから、なんか最高速度がそれっぽい感じ醸し出してるんだけど、意外とないも怪しいんだよな、これないがちょっと憎いね。ここはちょっと素直に最高速度素直になってよかった。ラケシスが仮面ライダードレッドゼロ式に変身出た最初に使ったレプリケミのカード、さっきピカホタルが正解だったらこれなさそうだとして、結果的になんかマッドウィールで変身するっていうことにはなっていたけど、意外とそれを暗示していたみたいで、でも そこじゃないよみたいな感じの選択肢でもあるのかな。ブレイローズバグレシア、違った、やったピカホタルかよ、うわー、そういうことやってくる。スマホのケミーであるスマホ音の画面に表示されてるアプリの数は5、ファイズは絶対ない、9か12なんだよな、あの1、2、3って並んでいて、12、あー9か、惜しかったな。カジキが目撃していないケミは次のうちどれ、ズキュンパイア、ジャングルジャン、 UFOX、 スチームライナー。ズキュンパイアも現場にいた、 UFOX もなんだったら呼び出した時に現場にいた、ジャングルジャンどうだったかな、スチームライナーは、え、意外と、いや見てるか、ジャングルジャンかな、おー、あってた。これ普通に、ね、分かった上で答えてますから。一ノ瀬宝太郎がミナト先生から最初に受け取ったケミはどれ、ディープマリナー、アッパレ武士道、ゴールドラッシュ、踊りっぱ。なんか最初試練みたいなもので、踊りっぱと、カマンティスのなんかこう、重量、はかりに乗せて釣り合うようにしろみたいな試練を与えていたような気がする。そこだったかな、踊りっぱかな、おー、合ってた。これもね、分かった上で。6、惜しい、惜しい、ここはちょっと惜しかったね。合格ラインに到達せず。うわー、これ難しかったね。ちょっとリベンジしたいところだけど、上級も見ていこうか。次の属性の組み合わせの中でガッチャンコの組み合わせが最も多いのはどれ？コズミック、ファンタスティックに関してはこの二つ同士でしかないから、種類に関しては5種類。それ以上がないけど、いや、逆にってことなのか、ジョブ、アニマル。その辺偏りあるんだね。あんまり気にしたことなかったな。50通りの組み合わせがあった。でも、その中であれか。レベル10のカードでも相性がいいのってコズミック、ファンタスティックだけなんだよね。そこ抜けば9枚の中からっていうことになるから、案外、コズミックファンタスティックなのかな。ちょっとこれ言ってみるか。合ってた、考え方合ってた。次の属性のうちマルガムに取り込まれたケミーの数で、一体この数ね、数ずるいぜ。取り込まれたケミーの数が最も多い属性はビークル、アニマル、エンシャント、ファンタスティック。終盤のさ、ファンタスティックとかなんかそこら辺ってなんか一気にゲットしたみたいな感じで、すごいたくさん吸収されたみたいな感じになっていた気がするんだよね。これファンタスティックかな、ファンタスティックってか全然合っていなかったかもしんないけど。次の組み合わせのうちガッチャンコが存在しない組み合わせはどれ、アニマルと、オカルト、アーティファクト、インセクト、エンシェント。アニマル、インセクトはある。3択。あ、ちなみにこれ部分的にもちろん見やすいようにカットはしてるんだけど、ちゃんとカンニングはしていないからね。ガチでやんなきゃこういうの面白くないから、すごい今更だけどね。どうだ、でも生物、エンシェントでいこう。うわ、違った、分かっちゃった。101体のケミーで生まれるガッチャンコは何通り、これに関しては50ではなくて、さっきも言ったけどね、5050はもはや分かんないけど、46か45、インセクト、ビークル、ジョブ、アーティファクト、アニマル、エンシェント、オカルト、プラント、この8属性がレベル10以外の組み合わせができて、8区72で、それを割る2か、あ、36か。36にレベル10まで含まれるエンシェントと、コズミックを含めると、46だから46ですね。合ってるよね。うん、計算だ。これも計算問題だ、ほとんど。次の属性のうち、マルガムに取り込まれたケミーの数が最も多い、出た数。インセクトあたりは、まあ結構序盤から出てるけど、まあどうだろうね。もうインセクトかな？あ、違った。オカルトでした。次の属性のうち、通常のマルガムに取り込まれていないケミー、出たよ、その取り込まれてる系。ずるいぜ。オカルトはもうさっき一番取り込まれてるってのが分かってるから、ジョブかな、違った、コズミック、アークアマルガムに取り込まれたケミーの、知るか、合計はいくつ、これは分かんねえよ。一番多い19か、一番少ない14か、そこら辺が怪しいかも。一番多い数言ってみるか、すごい強力っていう意味で19。ああ、10、少ない方だった、くそ。
次の属性のうち通常のマルガムに取り込まれていないケミーの属性は次のうちどれ？アークアマルガムは除く。これもさっきので言ったらファンタスティックじゃねえの？やっぱりそうだ。同じ人物が同じケミーを取り込んだ場合、通常のマルガムと金色のマルガムで体重はイメージ黄金に染まるとなんか金色が入って、まあ金だから重いっていうイメージあるけどね。金ってなんか重そうだよな。もうこれも素直に重いで言ってみよう。重い。同じかい。次の組み合わせのうちガッチャンコが出て、なんかこれ系多いね。あんた上級問題、ちょっとお前上級問題の系統似すぎてるぞ。これもさっきの理論で言ったら最後の方に出てきたインセクトエンシェントかな。インセクトエンシェント、はいと違いました。ってことで上級問題に関しては4問正解。いやー無事言ってこれ問題な。上級問題こんなんばっか。上級ってなんかこのマルガムに取り込まれた系多いね。はっはっは、おかげさまで11周年。はい、というわけで今回はケミー101体ガッチャンコ記念ケミー検定に挑戦してきましたが、むずいね。一番最初やった感じだと初級はまあなんとか全問正解、中級は惜しくもノルマ言っていない6問正解、上級はなんか4問とか5問だったかな、まあ散々なもんで、初級もなんかちょっとちょいちょい危ないのがあって難しかったからね。お子ちゃん向けの簡単なやつかと思ったら大間違いだったね。一切こっちを舐めていないガッチガチのガチなやつ。いやでも上級ちょっと難しくするためとはいえ、なかなか問題のテイストが偏ってたね。マルガムに取り込まれた系の問題が多すぎる。あんまり覚えていないところもうまいことついてはきていましたね。なかなか難しいけど、まあ何回かやれば問題は覚えるんで、6月30日までに全問正解したここら辺のプレゼントに応募しようかなと思います。ここまで見ていたらかなりネタバレになってるんだけど、まだやっていない方はぜひ挑戦してみてください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それでは、また。